はい、こんにちは。文具王です。今日の筆記具は、桜ボールサイン ID の、フォレストブラックの 0.4 ですね。ブラックばっかり6色っていうですね、まあちょっと、特殊な感じの、ボールペンなんですけれども、ゲルインクですね。まあなんかね、桜さんってやっぱあれですよね。標準の色を変えてくるっていうのが面白いところだったりするんですけれども、ということでちょっとやっていきたいなと思いますが、なんかボールサイン ID もね、桜さんってホームページにほとんど情報が載らないっていうですね、不思議なところがあるのであれですけども、ここら辺からいこうかな。そう、なんかね、ロゴマークとかもね、ホームページにね、そのロゴマークで載ってなかったりするんだよね。ボール。ゲルインクの細字なので、で、割と、まあ、コントロールしやすい感じの細軸で、な感じですよね。桜さんは、インクはそんなに硬くないので、どちらかというと、緩い感じなので、まあ、扱いは、書いたときは扱いしやすいですよね。で、04。4、つながってるんだっけ？つながってるよ、04だっけな。4。感じですね。はい。よっと。な感じですね。ビジネスシーンでも個性を表現できる3つの黒。よいしょ。はい。こんな感じかな。いけてる？はい。ボールサイン ID 桜クレパス。それのフォレストブラックか。こんな感じですね。はい。なかなかね、カメラの色で分かるかどうか分かんないんですけども、ちょい緑です。まあね、よいしょ。どのぐらいかな？これ0.4なので、あんま大きい G、これでもちょっと G 大きいぐらいだよね。なので、ちょっとちっちゃめに書いていこうかなと思います。
という感じですね。このぐらいかな。割となんかね、華奢な字が書ける感じですね。まあ 0.4 なのでね、結構細めではあるんですけれどもという感じです。で、ちょいとまた今回も、それっぽい絵を適当に描いておこうという感じですけれども、まあなんか斜めレイアウトばっかりなのもどうなのかなとは思うけども、なんかね、縦入れてみようかな。今日はちょっと、ただあれなんだよね、こうちょい、やっぱこいつは斜めアングルの方がかっこいいので斜めアングルでいきましょう。ペンのなんかその一番かっこよく見えるところってどこでしょうねっていうのはいつも思いますね。そのペンのなんかね、でちょっと上の面が見える感じに持っていきましょう。もうちょい下目に配置して、このぐらいで、こうのこうかで、こうなってここからこう来ていて、で、このぐらい。こんな感じですね。で、よいしょ、ちょっとだけ線だけ僕引かしてもらってと、これ迷うとこだよね、フリーハンドでいくかどうかっていうのは。もうちょい幅広だな、ちょっとサイズだけ。おい、で、忘れた、こいつがある、こんな感じ。はい、じゃあここでいこうかな。よし、今日はよいしょ、いいハンドでいきましょうか。こんな感じかな。ちょっとここが狭くなっちゃったかな。で、
こんな感じで、ここに。上がって、そうですね。よいしょ。あ、潰れちゃった。真ん中開けとけよかったかな。まあいいや。はい、という感じの、桜ですね。ちょっと鉛筆の線が目立ちすぎるかな。よいしょって感じですね。下がデコボコしてるんで若干わだちに取られる感じがなくはないですけれども、よいしょ。まあ、そうですね。ちょっとだけ呼吸が、よっという感じで、はい、こんな感じかなと思います。はい、ということで残り書いていきたいなと思います。あれ、見やすいところに持っていきたいので、ギュッと。やっぱね、カメラの位置がやっぱ気にはなるんだよね、赤外線。あ、そっか、そりゃそうだよね。そのカメラの位置を見やすいところに置こうと思うと、自分の顔があったら見やすいところに置いちゃうんだよね。なのでどうしてもカメラ位置に顔を持っていこうとしてしまって、よいしょ、これですね。このぐらいにすれば、まあでもやっぱあれか、そう、こうなのかな。よいしょ、こうやるとまだちょっと顔が寄せられるかな。
もうちょっと試食してみようかな。開会式します。これ 3.5 ミリだっけな。違ったっけ。自分の選ぶ。自分の色を選ぶイコール独自性。アイデンティティ。はい。アイデンティティより。付けられた名称。6色の、まあ、このぐらいの字が書きやすいね。黒インキ。ちっちゃめにちまちま書くのが 0.4 はいいね。のカラーバリエーション。だ、自分に。たりの色味。さすがにブレインやった後に使うと先端がちょっとだけカチカチ言ってるのが分かりますね。ビジネスシーンでもか、うん、さりげなく個性を。
ます。あ、うんですね、見た目は。ここの行だった。見た目は上質感。ただよ。ただよ。スタイリッシュ。スタイリッシュなデザインで。金属製の採用しました。その他、軸は六角形。ゲート丸型を組み、まあこんな感じかな。はい、ということで、まあ普通に扱いやすいし書きやすいで、ちっちゃい文字がちまちま書ける 0.4 ミリということで全然いいんじゃないでしょうかねという感じですね。ボールサインっぽい感じでいきましょうか。感じですかね。こんな感じのちょい、まあなんか固めで文字書くの割と向いてるのかなというふうな気がします。もうちょっとこの辺もゆっくり書くともうちょいカチッとした文字が書けたかもしれないですけども、まあ楽だったのでさっさと書いちゃいましたって感じですね。うん、なんですかね、イラスト描くときに斜めにシュッてやると、まあ、もちろんこうやってかすれてるんですけど、まあ、ほとんど文字ではかすれも全然ないですし、まあ扱いやすいペンだとは思います。ちょっと気になるのはやっぱりあれかな、先端のとこのここの角があるので、先っちょこうやって割と縦気味でやっぱりゲルの細字って持つので、こうやって持つとどうしてもここ当たっちゃうんだよね。なんで指がちょっと痛いかなという気はしますという感じですね。はい、ということでレストブラック、ただあれですね、一回書いたとこもう一回ペンが乗り上げるとちょっと白くなりますね。あの塗ったところに上から塗ると良くないってやつ、丁寧に塗ると黒さが黒くなるんですけども、こんな感じですね。上から乗り上げないようにして書くと濃く出るんですよね。
同じインクなんだけど色がちょい違って見えたりするんじゃないのかなと思います。はい、こんな感じです。ということで、おい、今日はですね、さくらボールサイン IT フォレストブラック 0.4 ということで、これでフォレストブラック伝わってるんだろうか、ちょっとここら辺は、iPhone の色再現がどの程度あれなのか、まあ補正で黒っぽく出ちゃうかもしれないですけども、まあ見る限り若干グリーンっていうのは、ありますね。あの自然に、あの自分の、ね、肉眼で見るとわかるんですけどという感じです。ということで今日はボールサイン ID 0.4 でした。以上です。